い、皆さんこんにちは。ゆるすもてあしチャンネル委員長の林でございます。本日は194回目、テーマはこちら、自宅でできるお風呂リンパケアでございます。はい、皆さんね、視聴者の方からいろんなご要望をいただいたときに、先生ね、理屈もいいんだけどそろそろ実践編も教えてちょうだいよっていう話がありまして、そう言われてはそうだなっていうことで、私の方でね、できることをやろうと思ったの。ところがね、いろいろね考えていくうちにメニューが多くなっちゃって、ものすごい量になっちゃって、これ参ったなと、まとまりがないなと思って、まず最初何しようかなと思って、まずセルフケアでできるものがいいと思ったから、本日の内容はセルフケア、対象は全員、レベルは10でございます。医学的簡単なことをやろう、誰でもできることをやろう、誰かは効果あるけど誰かは効果ないなんてことはあまりしたくないんで、大体この皆さんやっても大丈夫なものをやっていきたいなと。実はお風呂の入り方って今までやりましたね。お風呂の入り方をやってたので、だったらお風呂の中で3分間湯船に浸かるっていうのをやってましたけど、この3分間何をするかっていうところで、力を抜いてデローンとするのもとっても大切なのよ。とっても大切なんだけれども、それ以外に例えばむくみ取りのマッサージとかやり方を覚えてもらえればもっといいよねっていうことで、お風呂でできるものシリーズということでちょっとやってみました。よかったら参考にしてください。どうぞ。はい、それではね、そもそもね、皆さんリンパって何だろうっていうことでございます。まずそのお風呂でやるリンパケアっていう以上は、リンパって何だろうかをある程度知ってもらわなきゃいけません。よくみんなリンパがね、むくんだとかって、リンパの流れがどうだとかっておっしゃってるけれども、実はね、リンパっていうのは体の老廃物を運んだりしてくれるものだと思ってください。栄養はどちらかというと血液が運んでくれるもので、どちらかというとリンパはその中から細胞に行き渡ったものを回収して持ってってくれるものだと思って、ほぼ間違いないと思ってください。じゃあこのリンパが悪いって一体何でしょう。リンパが悪いっていうのは、一般的にはリンパの流れが悪いっていうことになるのかな。リンパの中身が悪いっていうとちょっと本当の病気になっちゃうので、リンパの中の流れが悪いのが一般的な健常者の中でいうリンパが悪いということでなると思います。じゃあなんで今回ユリシスのこのもてあしチャンネルではお風呂のところでリンパの話をするのっていうことになるんだけども、実はリンパっていうのは血流が良くなければ流れは良くなりません。基本的に血流の悪い状態でリンパマッサージをするよりも、血流のいい状態でリンパマッサージした方がより効果が高いし、血流がいい状態だとリンパは良くなる可能性はあるんだけど、血流が良くないところにいくらリンパマッサージしてもリンパの流れは良くなりません。ですのでお風呂に入ってゆっくり入ることによって血の巡りが良くなって、一緒に合わせてリンパの巡りも良くなるっていうことが、このお風呂でのリンパケアっていうのがかなりいいっていう理由の一つでございます。だけどね、リンパの流れを良くする方法っていうのはお風呂でしかできないのかって話なんで、そうではないんです。例えばむくむ原因って何なのかって言うと、実はリンパの流れが悪いからって言ったらそれで終わり方はそうじゃなくて、例えばリンパの流れはいいんだけどリンパ節のところで詰まってしまったりとか、アルブミンが減ってしまってとかって、一応専門的な話になるけども、血液から例えば栄養とか水分がわーっと細胞に行ってくれて、細胞のところで出てきた悪い老廃物とかそういったものをうわーっと吸収して回収してリンパに乗せて、はい運びましょうってこうなるんだけども、その時に吸収したり回収したりするってわーっと集まってくれる物質があるんだけど、この物質が足りないとあまり集まりが良くなくってうまく運べないとかね、そういうようなことが起きたりとか、あとは何らかの拍子で血液の水分がウェーってやたら出るんだけど、出た分だけきちっと回収してくれて1対1でなってくればいいんだけど、全然出るのが2で戻ってくるのが1しかなかった、それはむくむわねって話。こういうのの原因は様々なんですけれども、こういったものもあるから、お風呂に入ったらいいとかマッサージしたらいいってわけじゃないんです。むくむっていうことはそういうことです。だけどリンパの流れを良くするということで言うと、お風呂でやるケアはそのうちの対策の一つであってね、お風呂でマッサージいくらしても先生にむくみ減らないんですよって人は、逆説的な言い方すると、あなたそれとは別の理由だよね、そこアプローチしなかったらいくら毎日やったって無駄だよねってことになる、無駄ってことはないんだけどだよねって話になると、それは良くないということです。お風呂でリンパ体操とかリンパケアとかしてるとさ、疲れて眠くなっちゃうとか、げっそりしちゃったなんていう、こんななって動けなくなっちゃったなんていうような、そういう場合ってのは大抵の場合は腎臓が悪かったりします。ですので、そういった場合はいつも言ってますけど、プレミアム犬頭皮を飲んでいただいて、しっかり腎臓ケアやってください。
ではね、本題に入りたいと思います。リンパ体操その1、お風呂のね、お顔リンパケア行きましょう。はい、お顔ね、どうやってリンパケアしたらいいんでしょうかね。お顔のリンパっていうことは首とかも含めて考えて、今回のお顔リンパって実は下膨れみたいなここのとこなんだけど、ここのね、ちょっと僕外すよ。みんなここわかるかな、ここ首のこの両サイド、ここのところがパーンと張ってしまってる人たち、特に夕方張ってる人たちっていうのは、これね、場合によっては甲状腺のご病気を持ってるかもしれないんです。その場合は甲状腺専門の病院に行って血液検査で測ってみてください。そうでない方の場合はここの流れが良くない、つまり耳下腺の流れが悪いので、ここをですね、こうマッサージをするんです。絶対こういう風にしてはいけません。この首の筋の流れに従ってマッサージをしていきますが、指を滑らせるというよりは皮膚の上から下くっついた状態の弾力だけで結構です。強さは豆腐を押す感じの、潰しちゃダメですぐらいな感じでちょっと流す。ここにね、頸動脈っていうのがありますんで、思いっきりやってしまう止まっちゃったり、うっ血して顔真っ赤になっちゃいますから、そうじゃなくて軽くこう撫でるような感じでね、やってみてください。もちろんオイルとか使って流したりするのはいいことなんですが、それを究極で言っていくと、例えばちょっと余談になるかもしれないけど、自分と体で自分のケアはできないんです。なんでかって言うと、こちょこちょこちょってやられた時に人だったら、うーすくったやめてやめてってなるでしょ。だけど自分の手でやってみてください。ちっともくすぐったくないから。これがいわゆるケアなんです。セルフケアのメリットデメリットで言うと、メリットはどこをやっても痛みを感じないとか自分でコントロールができるがメリットなんだけど、デメリットは人に触ってもらった時に特別な刺激っていうのが脳に働かないので、別に同化してしまう、波動が揃っちゃうっていう専門的な表現で言うんだけど、波動が揃っちゃうからこうやってやったって何にも効果ないっていう風になるわけ。だからその効果の度合いは低いです、もともと。でも自分で加減ができる分だけ青技作ることはほぼないですから、こうやって自分の体をいたわるようにね、やっていただけたらいいと思います。耳の下のところはね、こういうふうに上にやんなくて、ここでこう横にやって揉んだりしても構いませんけども、絶対に青技を作らないことです。やりすぎて青技作っちゃったらテヘペヨってわけにいかないんです。ここは非常にデリケートなとこなので、ここで青技作るってことは毛細血管の出血を及ぼしてますから、すぐ近くにとんでもなく大事なものがありますから、こういったものはあまり引き起こさないことをお勧めいたします。ですのでお顔のリンパケアの一番大事なこの耳下腺、それからこの顎周りのこの辺ね、この辺もこの筋に合わせて、筋肉の筋に合わせてやってみてください。お顔に関してはこうやってマッサージをして、円を描くようにマッサージをしたりとか、おでこのとこもマッサージしながらこう上に上げていくっていうことで、だんだんマッサージして上に上げていくっていうことを意識していただいていいと思います。ちょっとね、細かい話をしたいんだけど、お顔ちょっとすごく難しいの。うちのね、月立先生がね、フランスのトレナージュをマスターしてる先生で、この間お顔のねマスターしてきましたけども、本当に難しいの。そーっと触ったりとかだけじゃなくって、僕たちの技術でいうとそのアンワインディングっていうんだけど、そのアンワインディングっていう技術を実際にできる人たちっていうのは、ユリシスの施術をね勉強するセミナーもあるんだけど、必ずその有資格者の方とか専門の方とか来られるんだけど、だいたいここら辺のあたりでみんなこけてやめちゃうんですよ。それぐらい難しいの。なんでそこをね、ちょっとお話をここでいくらやってもわからないので、今言ってるのはもう分かんなくても、とりあえずこうやってゆっくりでいいんです。ゆっくりでいいから、こうゆっくりゆっくりこうマッサージを円を描く、ガン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 じゃなくてね、ゆっくりゆっくりこうゆっくりゆっくりです。こういうような感じでゆっくり引き上げていってください。僕の手見て分かったかな。何回か再生してみて、こうやってみんなが同じじゃないんですけどね、急いで動かしてもこのぐらいっていうと上がるんですよ。わかるかな。そういう風にして、これがアンワインディングって技術なんだけど、ここら辺はもしコメントとかでこういうの覚えたいからちょっと教えろっていうんだったら、なんとか教えられるようにしますけど、これ本当にセミナー受けてもらった方がいいと思う。では2つ目、お風呂でのお腹リンパケアです。はい、お腹よいしょ、失礼しますよ、よいしょ。このね、こうわかるようにグランとしますけど、このお腹、おへそこうにあるとしましょう。もうちょっと下だけど、おへそあるとしましょう。このおへそに対してこう持ってくださいね、こう持ってください。これをこういうような感じで呼吸に合わせていいですよ。吸って吐いて、はい、吸ってはい吐いてみたいな感じで、この円運動というかね、
時計回り反時計回りどっちでもいいです、とりあえずやってみてください、見よう見られて、その後こう下からぐーっと上げて吸って吐いてとかね、そうやって吸って吐いて、あこっち吸ってる、吸って吐いて、はい吸って吐いてみたいな感じでお腹をこうやってマッサージをしてあげるという、どのくらいのマッサージかっていうのはあるんだけども、あんまりね一生懸命押したりとか叩いたりじゃなくて、豆腐を潰すか潰さないかぐらいのもので十分です。こういう風にしてあげてお腹を柔らかくするという方法がございます。これをねやってみてください。よくお風呂の入浴法でやってるんだったら3分ごとっていうので3分間そういったことをやってもらうっていうのが一番いいんですけれども、9回ぐらい入る中で全部が全部それではなくて、今はお顔、今はお腹、最後太ももふくらはぎとしますけど、その4つはやるけども、あとの5回分は全部力を抜いてフリーって言って楽っていうのを使ってやっていただかった方が私はいいと思ってます。あんまりこれ何回も何回もやればいいってもんじゃありません。次に3個目、お風呂の太ももリンパケアなんです。太ももの場合どうするかっていうと、座ってこう湯船入った時に、ここですね、これ入った時にこういった形で筋繊維がありますので、できるだけ先から手前に向けてこういうふうに、こういうね熊手みたいな感じ、爪立てないで熊手の指のこの腹の部分でしっかりこうこういうふうにやってみてください。イメージとしては子供と土いじりとか砂いじりした時に手でこうやって描くようなイメージですね。あんまり強くはないけど先ほどよりは強いかもしれないぐらいな感じで、こう呼吸に合わせる必要はないけれども、スピード的にはこのぐらいがいいです。スピード的にはこういう感じで、はい、こういう感じです。絶対にこうはしないでください。あとこういうふうにぐちゃぐちゃってやらないことです。なるべくだったらそうしてください。それからこのね後ろの足、ハムストリング筋っていう2つの筋肉がこうあります。この2つの筋肉に対して指をねこういうふうに入れてもらってマッサージをこうするんですけども、これもですねあんま強くすると青あざ作っちゃうので、ハムストリング筋なんか指を入れた後クククククとこうちょっとこう揺するんです。こういうふうな感じで、それを足のこの膝の方から太もものここへ向けて、付け根の方に股関節の方に向けてこういうふうに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 って感じでマッサージをしてください。その後もう一回こうやってやってみます。そうすると柔らかくなってくるはずです。これものすごく大事なやり方なので、ここで説明するとあれだけど、まずね見よう見まねでやってみて、まず今日レベル10なんであんまり細かいことやりません。それから今度ねふくらはぎも、これねこれもここにね皮腹筋ひらめ筋っていうのあるんだけど、ここの筋肉と指を入れてこう入れて足先からこうやっていきます。ただ皮腹筋ひらめ筋って2つ分かれてるのは弁慶のところから上のこの辺あたりからなんですよ。この辺のあたりからこうこういうふうにギュッ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 でもいいです。もしくはギュッ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 とこういうふうに片側ずつやったりとか、いろいろテクニックあるんだけど、こうやってやりながらで、あとこうここの端っこ両サイドこう挟んでこういう感じでこういう感じでね、こういうふうにして串引きをしてみたり、またさっきみたいにギューってやって下からまたこう揉んであげて、またこうやって、これをやることです。こういうふうにしてふくらはぎとか太ももとかお腹とか、太ももとかふくらはぎやるとお腹また硬くなるんで、またお腹をやってもいいんですけども、じゃなかったら太ももとふくらはぎを、ふくらはぎ太ももお腹っていう順番でやってもいいんですけれども、お腹がもともと硬い方やお腹がもともと張ってる方っていうのは腹部リンパ節のところの流れを良くしてあげないと、足をいくらやってもすでに渋滞になってる可能性があります。そうするとお腹、太もも、ふくらはぎ、またそこから戻って太もも、お腹ってやらなきゃいけない場合もありますし、場合によっては太ももお腹、ふくらはぎ太ももお腹みたいな感じでお腹を3回もやらなきゃいけない場合があります。それはさっき言ったお風呂の入浴が9回の時はいいけども、上級編だと13回ありますから、そういう時にこれを使っていただくとかっていうのが一番いいやり方なんで、それは適宜やってください。何でもかんでも自分が今やる気があるからっつって継続ができないようなことをやることはおすすめしませんし、それから右足だけやるとか左足だけやるはあんまり良くないの。3分間のうちで1分半で区切ってもいいから、右と左をちゃんと同じだけやってください。右がどんだけ辛かったからといって右だけやるんじゃなくて、必ず同じようにやってください。じゃないと体必ずパンクしますということでございます。でもね、他のこともこの後お話をしていきたいので最後までお付き合いください。それでは次のコーナーどうぞ。はい、皆さんね、
先ほどからいろいろご説明をいたしましたね。流れの方法ね、まずお顔に関してはこの耳下腺、こういうふうにゆっくりこうね流していくね、いうのが大切ですよ。それからこの耳の下のところはこうゆっくりこうマッサージしてもらうのが一番、どっち回転でもいいんだけど、なるべくゆっくりっていうのが一番大事です。その後この頬骨のあたりとか目のところの横上の方へこう動かしていくんだけども、今かなり早めに動く、実際こうやってやるとこのぐらいのスピードです。動いてるか動いてないか分かんないぐらいでしょうけど、この手は真面目に今動かしてますよ。なんだったら動画で再生し直してみてください。こうやって上に上げていきます。そうすると実際に上がります。こういうようなことをやったりとかして流れを良くするんですが、お腹に関しましてはここのお腹ね、こうやって時計回り反時計回り的な押さえ方はこのぐらいです。はい、豆腐を潰さない程度です。その他にも息を吸って吐いて、はい、吸って吐いてなんてことも必要です。他にもこうやって動かしてみたりとか、こういう風にしてみたりとかっていうことはあるんですけど、こういうことでやっていきます。それからあと太もものリンパケアということで、太ももね、ここね、これをこう持ってこういう風に揺すって、膝から股関節の方へ向かってやってみたりとか、それからこう横からこういう風に揉んでみたり、こういう風にマッサージしてみたり、くし引きで指の腹でこうさすってみたりっていうことをやります。でも青技はダメです。これ最終的にふくらはぎもここのとこ同じようにこう持ってこういう風にやったりとか、交互にやったりとか、サイドでやってみたりとか、こうやって振動させてみたりとかっていう風にしてやります。ここがやってから足やってつま先やって終わりでもいいけども、お腹がまた詰まっちゃうとかっていう場合は、最悪の場合はお腹やって太ももやってまたお腹やってふくらはぎやって太もも流してからまたお腹やってみたいなこともありえます。ともあれ、お風呂に入ってるこの時間、ゆっくりこうやって伸びてダラーンとする時間も大切なんだけれども、そういったマッサージもちょいちょい入れてもらって、どっちも大切ですよ。いいですか、マッサージが大切なわけじゃないですよ。しっかり温まることも大切です。こういうことでやるために、上級編になると13回入る回数があるんですが、中級編だと9回しかないので、この辺をうまくコントロールしてなるべく続くようにやってください。大事なことは一生懸命1回に集中することはもちろんなんですけども、継続です。これがすごい大事です。それでですね、一回こうなると、いや意外とお風呂って大変だよね、もっと楽な方法ないの、他にもリンパの方法あります。深呼吸です。呼吸法。これもね、いずれね、またちゃんと理屈も含めて教えたいと思いますけども、どうしようかな、次行こうか。リンパを流すための呼吸法をね、次回やりましょう。はい。それ以外にですね、一番いい方法があります。何ここまで引っ張っといて、もっと簡単でいいものがあるの、何それ、プールウォーキングです。聞こえた？プールウォーキング。プールで歩く、40分歩くって、もうね、うちの方で動画出てます。初級編からもう中級編まで出してます。これをやっちゃえば、こんなこと全部やらなくていいの。わかった？だけど、プールっていうのはね、家からすぐそばにあるわけじゃないし、夏もあるや冬もあるわけだし、いろいろね、仕事のこともあるし、できるとは限らない、ある程度こう、立地の条件が揃った人じゃないけどできないので、お風呂の方がお金もかからないし、いつでもできるしっていうことあるんだけども、でも本当に時間が多少取れて近くにプールがあるんだったら、経済的に少しだけでも余裕があればプールで歩いちゃった方が早いです。そんなことでございます。元も子もない話になっちゃったけども、とにかくお風呂よりも強力です。ぜひよかったらできる方はやってみてください。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。それでは失礼いたします。